ハートフォードはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の57番艦。艦名はコネチカット州ハートフォードにちなんで命名された。その名を持つ艦としては南北戦争前から第一次世界大戦後まで在籍した蒸気スループ以来2隻目。ハートフォードの建造は1988年6月30日にコネチカット州グロトンの ジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1992年2月22日に寄港した。1993年12月4日にローラオキーフによって命名浸水し、1994年12月10日にジョージカステン館長の指揮下収益した。ハート報道は2003年10月25日にイタリア。 サルデーニャのラ・マッタレーナ諸島付近で座礁した。2009年3月20日にホルムズ海峡付近でサンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦ニューオーリンズと衝突しハートフォードの乗員15人が軽傷を負った。ニューオーリンズは燃料タンクを損傷し2万5000ガロンのディーゼル燃料を海峡に流出した。 両艦とも自力航行可能であったため、マナマ港へ入港して、応急修理を受けた。本艦は、衝突により、セールが傾いたため、セールの左辺側に三角形の補強材が取り付けた状態で帰国した。アメリカ海軍第五艦隊司令部発表2、US Navy Vessels Collide in the Strait of ホルムズ2009年3月20日、フップ部ニュース。 米海軍の潜水艦と教習揚陸艦、ホルムズ海峡で衝突15人が、軽承2009年3月21日世界の艦船。ありがとうございます。